こんにちは、ライムです。ということで今回はクリスタルダンジョン地属性新ガチャ性能解説。ということでまあちょっと遅れましたが、時間がないので手短に今回はちょっと解説しようかなと思います。はい、今回実装されたのが、ティファ・ケルガー・エナクロですね。でまあエナクロ攻撃か専用アビがある敵単体に5回連続の地属性と生属性魔法攻撃、自身がこのアビ2回発動するたびに短時間味方全体の地属性攻撃力1段階アップということで、これあれだね、なんか優遇されてるね、エナクロは。普通のキャラだったらこれ3回発動なんだよね、この専用アビの時点で。で究極審議で場合によっては2回発動になるよとかそういう内容なんだけど、優遇されてるわエナクロ。まあ外伝キャラだからね、そもそもエナクロ知ってる人なんてほぼいないでしょうと。ワールドオブファイナルファンタジーの主人公たちのね、冒険の助けをしてくれるキャラであり、なおかつ裏ボスでもあるというキャラなんですけどね、実は創造神だったっていうキャラなので、まあ書いてあるけど創造神の審判って書いてあるけど、ちなみに中の人はあの霊式のデュースと同じ花沢香菜だね、花沢香菜さんですね。はい、っていうことなんですが、まあ悪くないね。これは2回発動するたびなんで、 D 角とあと、究極審議とかクリスタル審議併用した場合には1ターンで2段階上がるってことだからね。はい、まあこれが、重ねていくことで、ガンガンね、この属性攻撃力も上げていくことができるよということ。まあただ短時間なんで、毎ターンしっかりやっていかないと難しいかなとは思うんですが。いいと思う。エナクロが他の必殺技でもですね、まあ味方全体にかかるバフとかかけるタイプの、まあ殴りながらバッファーもできるよっていうタイプだったんで、非常にまあキャラには合ってるかなというところかな。はい。まあさっきも言った主人公をサポートする役、ところだからっていうのもあるかもしれないけどね。はい、そんなエナクロさん、まあ、この流れで話を見ていくと、こちらマスター審議、これ当たりだね。こちらマスター追撃は結構強いね。あ、ごめん、マスター追撃じゃねえわ、これややこしいんだよな。普通の追撃が使うたびに幻突レベルが上がっていくっていうタイプで非常に良さそう。でなおかつマスター追撃が自身の新限界突破レベル付与タイプなので、大当たり追撃だね、これ。めちゃ強です。今の現状のマスター追撃の中でも一番強い方です。まあ、実際、ここまで火力をね、199,999出すことができるかは皆さんの腕次第ということになってきますが、まあ、いいやつもらったと思う。使いようによっては爆裂なダメージ、現状最強の地属性魔法アタッカーと言っても良いでしょう。いいと思います。まあ、最近の流れから言うと、こういうバッファーとかは、なんだろうな、フルバフ系とかね、フルバフカウンターとか健康に敵カウンターとかね、あとデプロテデあれデマバリだっけ、デシェルかデシェルか、デマバリはエバクラか、ややこしくなってきたな、エバクラと FFRK やってると。デシェルだね、まあ、デシェルができるっていうことです。はいであと新しいものとして、まあ、クリスタル神言復刻、あれクリスタル神言復刻だよね、復刻だから割愛するとして、アクセル神言だね。はい、こちら追撃で単体に攻撃回数で順に繰り返し変わる5回5は15回連続の地属性魔法攻撃、これまあやってることはケルガーと同じ8回攻撃の追撃とほとんど同じだけどね、やってることは要するに2あれでしょ、別に変わんないよね。なんでこれをわざわざこの順に繰り返しに変える意味があるのか僕にはよくわかりませんが、倍率変わってるわけじゃないと思うんだよね。その5回分のダメージを15で割ったものにしたやつとかってことだと思うんだよね。あるいは15回分のダメージを5回分に集約したっていうだけの話で、倍率自体は同じだと思うんだけどね。謎です。はい。あと第2D 角。覚醒世界のルール。星砕き。
こちらが、物理アタッカーによく多いパターンだね。自身の地属性アビの待機時間短縮とソーサリーダメージアップ。これ今回ソーサリーダメージアップがこの段階変化でつくのは初めてかな。 D 角のモード1でつくタイプ。物理アタッカーだとよくあるよね。ここフェイタルダメージになってるやつがあると思うんですが、その魔法版ということだね。ただまああれだよ、こないだね、公式で運営さんが魔法キャラと物理キャラのバランスが悪いと、今の現環境だと、クリバフとかがある影響で物理の方がダメージが出やすくなってるよっていう話で、でまあ運営さんの回答としては、ソーサリーダメージアップを実装しましたので、それらを今後いろんなキャラにつけてきますみたいな話をしてたんだけど、まさにまあそのモデルがこのエナクロということなんだけど、これってまあ確かにそのバランス合わせるっていう意味においては、その物理アタッカーだったらね、フェイタルダメージアップがあるからっていう理由でわかるんですよ。じゃあそこでソーサリーダメージアップ乗せようかってのはわかるんだよ。でもこれを乗せた上でまだ足りてないんだよね。全然まだ物理アタッカーの土俵に立ててないんだよね。同じだって、そもそもバフの種類が少ないから、魔法パワーそもそもの話で、物理だけクリ率出る、クリダメアップが出る、フェイタルダメージアップが出る、あるっていう状況だったから、これはただ、そのフェイタルダメージアップの部分だけをつけただけなので、まだ 100% 分のダメージ差があります。まあ厳密にはね、魔法はその魔力とかのね、上限じゃないな、減衰ラインが物理よりも高いってことで、まあそういったステータス面での強さ、火力の出しやすさ、魔力の方が、魔法の方があったりするけど、まあそれを差し引いてもまだ物理の方が火力出るからなってことだね。だからここまで来るともう魔法クリティカル魔法クリティカル、ゲームによっては魔法もクリティカル出るからね。まあ、魔法クリティカルはないかな。ないにしても。もうあとはもう減衰、魔力の減衰ラインをさらに上げるしかないかなっていうところだね。まあ、それは今話することじゃないんでいいか。で、モードに敵単体の防御魔法精神を短時間ダウン。味方全体の地属性アビのダメージを2ターンアップ。中。いいね。こっちについてくれたってことはね。要はマスター審議につけずに、健康的カウンターではなく、自分でやれよというタイプ。で、マスター、審議が弱くなることを避けられたってことだね。神回避したってことだね。まあいいんじゃないかな。こっちは、使うも使わないも自由ということで、いいと思います。こっちの方が全然いい。はい。エナクロ以上だね。で、あとは、何気にもうすでに結構話長くなってるな。ティファ。ティファは、マスター追撃が幻突アップタイプで、まあいいね。で、マスター追撃、自身の新限界突破レベルアップ。あ、これは、アップというか、付与だね。付与するタイプなので、これは、エナクロと同じく大当たりのマスター審議です。よかったね、ティファ。これで報われたわ。今までティファっていうとかなり平凡。何が突出してるわけでもなく、すごい平凡の地属性アタッカーだったんですけど、ティファ使うくらいだったら他のキャラでよくねってなっちゃってたんで、どうやっても誰かの劣化になってたから、まあ、そのキャラが今回のマスター審議によって、そのね、今、劣化になってたキャラを一気に追い抜いた感じになりました。よかったです。はい。ティファ使いの方もこれは嬉しいと思いますね。で、あとは、アクセル審議、うわーいいやつもらってるわ。地属性アビの使用するために効果が地属性アビのダメージアップ中3段階いいやつもらってます。ティファもね、火力不足だったんで、ダメージアップ中のレジェマテもなければ、特になんかすごく、まあでも物によってはね、ちょっと、バフ、ある程度のバフはあったけど、まあそれでも別に他のキャラと比べたらっていうレベルだったんで、グラディオとかねと比べたら別にっていうタイプだったから、このアクセル審議が出たことによってだいぶ良くなったんじゃないかな。グラディオは一方でね、ただ足が確か速くなる、待機時間短縮とかね、最近のゴリラはそっちにね、なんか命をかけてたんで、逆にティファがここに来て
火力を上げるような必殺技が実装されてきたってことだね。でまあ総評としてはまあ大幅に火力が向上したということで、他のメインアタッカーとよりも使える水準になったかなと。もうティファンが第一線で活躍できるようになったかなっていうところだね。はい。まあもちろん地属性物理にも強キャラというのが存在しているんで、例えば ATB 誤解なしのイングズとかね、まあいったキャラが出てくるまでの、うん、まああくまでつなぎといえばつなぎなんだけど、まあとはいえそのイングズがどんなタイプのマスター審議に持ってくるかわかんないけどね。わかんないです。すごい期待していたクイーンとかね、マキナとかがまあうーんっていうアートタイプのね、あのそうフルバフカウンターとか健康的カウンターがついた時点でもう終わりなのでキャラとしては終わっちゃうので、わかんないけどね。イングズがどうし、イングズがまさかのフルバフカウンタータイプだったら目も当てられないけどね。まあでもその上でも ATB 誤解なしはアドバンテージとしてあんのかな、ちょっと計算してみないとわかんないけど、はい。とまあそんな感じでいいやつもらいましたってことですね。はい。で最後ケルが、今回ドレスレコードをもらえるケルガーさんですが、こちらはまあ良かったね、幻突アップタイプだね、追撃で。ただマスター追撃が幻突レベル9アップなんで、まあ大当たりとまではいかない、ただの当たり M 神だね、当たり M 神です。ただどっちにしてもケルガーが忍者アビ使いってことを考えると、そもそも忍者アビで199,999出すなんて、敵がよっぽど柔らかい場面じゃないと厳しいと思うので、うん、まあいいかな、これは仕方ないとも言える。はい。であとはアクセル審議、こちら8回攻撃の物理攻撃ということで、ケルガーとかまあ忍者系のキャラは追撃がね、回数必須、いろんな必殺で追撃が出るんで、総合ダメージで考えると結構とてつもないダメージ出るんだよね、一発一発が仮に弱かったとしても。でアクセル審議の追撃も結構倍率高かったりするからね、しっかり、総合ダメージに寄与してくれることでしょう。であとは星7戦技だね、これいいやつもらったね。一定時間自身の地属性攻撃力2段階アップ、必殺ゲージ1貯める、うん、すげえいいやつもらった。これで火力不足を解消してくれるかなっていうとこですね。でまあただこれがね、だいたい必殺技の前に打つ必殺技になってくるから、終盤一番もうとどめ刺すぜっていうタイミングぐらいでこの効果切れちゃうよねそれがちょっと残念かなっていうところあるけど、まあそれまでに倒すか、まあ別のねバフをなんかかけてあげるかとかで、まあその辺はまあその時点でも多分アクセル審議とかかかってるだろうからね、そっちの火力で、まあ、カバーしていくみたいなことになると思うけど、まあいずれにしてもいい戦技もらいましたよ。はい。ということでケルガは今回はマスター審議とアクセル審議と星7戦技で3つのね3通りの火力の伸び方で忍者アビが相当強化されると思うんで、カンスト前提であれば相当強いからね、7回攻撃だから、忍者アビ専用アビがね、専用アビ7回攻撃だからめちゃめちゃ強いと思う。ちゃんとカンストさせてあげられる土壌を作ってあげれば。はい。ということで長々と語ってきましたが、まとめいきたいと思います。今回火力不遇組だったキャラたちが一気に火力不足を解消したっていう感じだね。ティファもケルガーもエナクロも、まあこれが誰一人としてね、デバフとかフルバフカウンターとかね、そういったタイプじゃなくてよかったかなと思う。地属性パーティーが薄い方とか、あとはたまたまこの3人使ってたよって方は全然引いても良さそうな内容になってます。マスター審議1つくらいはね引きたいところだね、薄い人は。そんな感じでしょうか。はい。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。